黒田武氏は、日本の政治家。立憲民主党千葉県、第2区総支部総支部長。千葉市議会議員、千葉県議会議員、衆議院議員、自由党千葉県総支部連合会幹事長、衆議院厚生労働委員会理事、衆議院青少年問題に関する特別、委員会理事、民主党千葉県総支部連合会代表代行などを、歴任した。 千葉県千葉市花見川区畑町生まれ。1971年3月、千葉市立花園小学校卒業。1974年3月、千葉市立花園中学校卒業。1977年3月、専用日本、大学第一高等学校卒業。1981年3月、日本大学法学部法律学科卒業。大学卒業後、 議員秘書を務めた。1991年千葉市議会議員に当選。一期務めた後、1995年に千葉県議会議員選挙に出馬し、当選。以後4期連続当選した。この間、自由党千葉県連幹事長などを務める。2002年、自由党公認で第43回衆議院議員総選挙に、 出馬を表明するも、翌年の民吉合併に伴い民主党の現職、長田久康が公認されたため出馬を断念。2006年、長田がホリエメール問題で議員辞職すると総支部長代行に就任。その後、2007年に総支部長に就任し正式に千葉2区からの出馬が決定する。2009年に行われた第45回衆議院議員総選挙では、 民主党公認で千葉2区から出馬し、初当選した。2009年7月21日、小沢一郎の政治団体、陸産会より500万円の寄付を受けた。また、2010年9月民主党代表選挙では、小沢に投票した。2011年6月2日の衆議院本会議で行われた、官内閣不信任決議案の採決では、 党の反対方針に反して棄権した。民主党は6月13日の役員会で厳重注意処分とする方針を決定し、6月25日の常任幹事会で正式決定した。2012年の消費増税をめぐる政局では、6月26日の衆議院本会議で行われた消費増税法案の採決で党の賛成方針に反して反対票を投じた。 7月2日には山岡健次らを介して離党届が提出された。民主党は7月3日の常任幹事会で離党届を受理せず除籍処分とする方針を決定し、7月9日の常任幹事会で正式決定した。同年7月11日、国民の生活が第一決闘に参加した。同年12月16日の第46回衆議院議員総選挙に、 日本未来の投稿人で千葉2区から出馬するも4位に終わり、得票数を前回の5分の1に減らし比例復活もならず落選。2014年には第47回衆議院議員総選挙に生活の投稿人で千葉2区から出馬に意欲を示していたものの、維新の党との競合を理由に出馬を断念した。その後、生活の党が生活の党と、 山本太郎と仲間たちを経て自由党に透明変更後も引き続き千葉県第2区総支部の総支部長を務めた。しかし2017年の第48回衆議院議員総選挙では直前に起きた希望の党をめぐる野党再編の混乱を受け自由党は同選挙において公認候補者を擁立しないことを決定したため出馬しなかった。 2020年5月、旧立憲民主党、千葉肉支部長に就任した。その後、9月の新立憲民主党の決闘に参加している。ありがとうございます。